8月27日の雲の軸通信をお送りしています。今日は昨日に引き続き行動科学のナッジ理論ですね、行動介入の証拠がますますあやふやになってきている、学術的な文献が出版の閉経によって苦しんでいる、ナッジ理論、ソフトメッセージですね。それからここには選択アーキテクチャっていう言葉が出てきますけど、選択肢の自由意志に全くあるいはほとんど影響を与えることなく、それでいて合理的な判断へと導くための制御あるいは提案の枠組み、その仕組みを用いた政策がナッジ理論ということですね。選択肢の自由意志に全く影響を与えることなく、それでいて合理的な判断へと導くための制御あるいは提案の仕組み、まあ、ナッジってことはこう肘で続く、だから命令しないでね、ソフトにやるっていうのは、これをチョイスアーキテクチャーと選択アーキテクチャーという専門用語でいいんです。でこの後ね、ここにはね後編 D っていうのが出てきますけど、2つの数値、要するにね、平均値の差をプールされた標準偏差で割って標準したこのものを後編 D っていうんですけども、これは効果量を扱う場合、後編 D よりもヘッジズ G の方が推奨で言ってますが、これ中でまた説明しますから、解説してあるんでそれ読めば分かると思いますので先進みますね。で2021年末ナジファンに良い知らせが届いた。この理論の学術的な基盤をプールして判断する最初の試みは、この分野ではより正式には選択アクチュアテクチャー会に今説明したとして知られており、輝かしい言葉で報告されている。ジュネーブ大学の心理学者たちは約200のナッジ研究を分析し、ナッジは全体的に機能するだけでなく印象的に機能すると結論付けた。行動科学者は効果の大きさを後編 D と呼ばれる指標で判断する。これは対象群と治療群の平均結果の差を示すものである。0であればナッジの効果は0であり、 0.8 以上であれば非常に大きな効果があると判断される。ジュネーブのチームによると全体の後編 D は 0.43 であり、ナッジ施策は行動変容を促進した。これは中程度の大きさのカテゴリーにしっかりと位置づけられ、ほとんどの政策立案者が腰を上げて注意を払うには十分すぎる結果だと。要するにナッジ効果があったということですね。それで他の心理学者もこの主張を目にし、多くの人が不満に思っていた。先週イギリス、ハンガリー、アメリカの3つの学術グループが米国科学アカデミー企業に評論を発表し、スイスのチームの最初の分析も掲載された。原告団は2つの同様の指摘をしている。第一に、学術的な試験は異なるアプローチを取り、著しく異なる効果量を報告しているので、同じ分析でそれらを束ねることは意味をなさない。要するに近い者同士を合わせてもそれが正しいかどうかって、要するに片っぽが良くて片っぽが悪いのを合わせても何の意味をなさない、そういう意味ですね。ナッジの効果は中程度というのは役に立たないナッジの影響をひどく誇張し、効果のあるナッジの効果を過小評価している。だから2つ分かれたグループを束ねちゃったから良くないって言ってるんですね。でこれはですね、昨日引き続き2021年に良い知らせっていうか、実際にやったそのナッジ理論に基づいてやったんだけど、実際後編 D という分析使って実際のこう結果を測ったらば、後編 D というのは0であればナッジ効果0、 0.8 以上であれば効果がいい、テクスの効果としては 0.43 で、かなり注意を払うに値するデータだったというんですけども、実際には分析したデータをですね、一緒くたにしちゃってるんで、本当にその意味があるのかどうかっていうと良くないんじゃないかと。それなりにグループに分けてナッジ効果を測定するべきじゃないかっていうのは、ここの記事のあれですね。これは一回読んだやつ、もう一回もういいですね、これで。